自分はうまくできてる、うまくできてるって自分の悪いところを見ないのは楽や。でも、それやったら成長せえへん。それやったらうまくならへん。それやったら目の前の困ってる人を助けることができへんねん。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。自ら輝き、世界を輝かせるスター、ミスター・オカチです。親子で学べる生き方の授業を本気でやってます。チャンネル登録よろしくね。今日、あなたに紹介する熱い言葉は GBH で振り返ろうです。どんだけ頑張っても成長しない、何をやってもうまくいかない、そしてどうしても勝ちたい、うまくなりたい、成長したいっていう君は必ず見てください。絶対に後悔させません。まず最初に言うときます。行動することは大事です。やってみること、動いてみること、挑戦する、実験する、練習する、努力する、一生懸命やる、行動することは成長するためにとっても大事なことです。大切であり大事なことです。でも行動するだけではただのバカです。行動するだけではただのバカです。同じ失敗を何度も繰り返すし、努力していることで満足してしまって、全然目標には到達せへん。自分に酔っ払ってしまって、自分に酔ってしまって、全然うまくならへん、成長せへん。例えば、ここにでっかい壁があるな。でっかい壁があってか、こうやってね、行動するやろ。前に進んで行動していく。うわ、ぶつかった。あー、痛かった。次気をつけようと。で、ボンボンボン。ぶつかった。わー、痛かった。また気をつけよう。ドン、ぶつかった。あー、痛かった。また気をつけよう。これを繰り返してたらどう？前に進めますか？同じ壁に何回もぶち当たって、ぶち当たって、ぶち当たって、それをどう乗り越えるのか考えずに、何も考えずに同じことやってたら、同じ結果しか生まれません。そういうことなの。なんとなく行動したら、なんとなくの結果しか生まれへんねん。同じことの繰り返し。わかるかい？行動だけではあかんねん。成長するために大事なことが、G、B、H なの。この GBH をあなたがマスターすれば、どんな目標でも達成できるようになるし、そして自分がどんどん成長していくようにもなるし、上達して上手くなって、頭が良くなって、スポーツもできるようになって、キャーキャー、あの人かっこいいって言われるようにもなっちゃうんです。GBH とは何か？書くよ。もう10秒で書くよ。はい。GBH とは、10秒。はい、もう少しね。はい、20秒ぐらいかかったかな。 GBH とは自分の行動を振り返る方法です。以上。わかった？これだけやったらあかんよね。あかんよね。あかんよね。わかった。もう少し詳しく、GBH って、これなんなん？ GBH ってなんなんっていうのを、おかっち、あなたに説明します。5分ちょうだい、5分。今から5分ちょうだい。じゃーん。こっち。な。いっぱい書いてるけど、めちゃくちゃ簡単やから、最後まで諦めずに聞いてください。あなたは諦めずに聞ける。落ちたけど。な？じゃあ行くよ。はい。GBH っていうのは、自分の行動を振り返る方法です。ね。まずどういうことをするのかっていうと、真っ白い紙持ってきて。白い紙。な？スケッチブックでもいい。こんな白い紙あるやんか。白い紙持ってきて、これ。で、これね、白い紙やと思って、ここな。ホワイトボードの半分が白い紙やと思ってください。そして、その白い紙に、ね、黒いペン。じゃん。ペンあるでしょ。そのペンに、ここの線を引いて、横に一本。ね、ここに一本。引いた？そして、一番ここ、左側の上に、ゴール。
目標と書いてください。でその下の段に G 良かった点、そしてその右横に B もっと良くなる点、そして H どうやってもっと良くする、ここの文字を書いてください。これどう？30秒ぐらいできるやろ。30秒ぐらいでまずやってみよう、まずやってみような。行動することは大事です。まずやってみような。そしていいですか、何でもいいやん。一番上にね、目標を書くね。どんな目標でもええよな。例えばピアノやったら、今日のピアノのレッスンの前とか、バスケやったらバスケの試合の前とか、例えばサッカーやったらサッカーを練習する前、自分が行動する前に書く。いいですか、目標っていうのはここな、書いとくわな。行動する前な、行動する前に書いてくださいね。行動する前な、これさっきも言ったよね、なんとなくやってたらなんとなくしかうまくならへん。でもな、行動する前に僕は今日はこれがうまくなるって頭でイメージして練習したら、それがどんどんうまくなっていく。いいですか、なんとなくはブブー。だから行動する前に何をうまくするのか書く。いいですか、例えばバスケットボールの練習やとしたらね、ランニングシュートってね、走りながらシュートするやつがあんねん。それを10本入れるとか、ドリブルを50回やる。ね。左と右両方な、利き手じゃない方もやる。そして全てのメニューを本気でやる。こういう目標を立てましたと。ね。で、この目標を立てる時のポイント。まず一つ目、これ。数字を書いてください。書いてるやろ？シュートを10本とか、ドリブルを50回やるとかな。これとても大事ですね。なんとなくシュートを決める。さっきも言うたやん。なんとなくやったらなんとなくしか上手くならへん。でも、ランニングシュートを10本決めるって決めたら、しっかり頭でイメージするやろ？なんとなくじゃない。10本って決まってるやん。だから上手くなんねん。わかる？そして、細かく詳しく、これが二つ目です。いいですか？ただのシュートを10本決めるじゃない。ドリブルを50回やるだけじゃなくて、ランニングシュートをやるとか、左右両方やるって細かく詳しく書いてる。これが大事なのね。この時に例えばね、目標。例えば、今日は、シュートをやる。これ意味わからんやん。どんなシュートをやるか分からへんし、何回やるかも分からへんやろ。だから、詳しく細かく、そして数字を書いてください。そして行動する前に書く。これが目標です。いいですか？行動する前に目標を書いてください。そして、行動した後、努力をした後、練習の後、試合の後、コンテストの後、テストの後、何でもええや。やった後に、G と B を書いてほしいの。あ、G と B と H よな。いいですか？で、G、これは何か。What is good? つまり、良かった点は何ですかということなの。自分が目標を決めたやろ？その目標に対してどれだけできたのかっていうのも、これも詳しく細かく書いてください。例えば、ランシューを3本決めた。これも数字入れるのが大事ね。で、右のドリブルは新しい技ができるようになった。どんな技なのかも書くといいかもしれないね。あとはシュートのメニューは本気でやる。もう全部やるって言うてたけど、シュートのメニューは本気でできたな。この良かった点を書くときのポイントっていうのも、結果だけではなくプロセスを書くこと大事な。試合に勝つって言って試合に勝てただけじゃない。試合に勝てたっていう結果が出たのは分かったな。試合が勝てたのはどうやって何が良かったから勝てたのか、これも詳しく書くの。結果だけじゃなくてプロセス、準備とかね、どういう原因やったから勝てたのかっていうのを詳しく書く。これも大事な。なんで勝てたのかが分かっていたら、それと同じ方法を次やったらまた勝てるやろ。そういうこと。だから詳しく書くということね。そして B はもっと良くなる点ね。悪かった点とも言えるんだけどな。おかっちがアメリカで習った時の先生はね、こういうふうに言ってた。もっと良くなる点はどこですかって。悪かった点はどこって言われたらね、悪かった点であんまり見つけたくないねん。だからあんまり意見が出てこへんかって。でもな、もっと良くなる点ってどこだろうって考えたら、なんかね、たくさん意見とかアイデアを出しやすくなったの。だから自分の目標に対して今日の練習とか今日の試合コンテストはどういうとこを直したらもっと良くなるっていうところを書いてください。例えば、試合では乱収が入らなかったな。練習では決めたけどね。
あと左のドリブルは難しかった。右のドリブルはできたけど。で、三つ目。ダッシュの練習があんまり楽しくなくて本気でできなかったっていう B が見えました。G と B 見えたね。この時のポイントはこっちかな。G と B を3つ以上書く。いいですか？ G だけしか書かない、B だけしか書かないではなくて、両方書くの、両方な。良い部分だけじゃなくて、ちゃんと、どこを直したらもっと良くなるって、ここも書く。逆もそうよ。ここの B だけじゃなくて、自分の良かったところを見つける。これも大事なの。良かったところを見つけたら、嬉しくなって気分が良くなってやる気が上がってどんどん練習するやろ。だからです。ね。G と B を3つ以上見つける。これがポイントです。そして最後。最後は H。H な。H はどうやってもっと良くするです。いいですか？ここで G で書いたこと。良かった手をもっと良くするにはどうしたらいいんだろう。そして B。もっと良くなる点をどうやったらもっと良くなるんだろうっていう次の作戦を練るということ、いいですか？良くなる点と悪くなる点をどうやったらもっと良くなるのか、具体的に詳しく細かく、そして数字を使って書く。いつ何をやるのかっていうことも書くんだよ。例えばトップスピードのランシューをマスターするためにダッシュ練を本気でやるな。いいですか？ダッシュ練が楽しくなかったって、本気でできなかったって言ってたんよ。でもな、今このやってるダッシュの練習はトップスピードのランシューを鍛えるためにやるんだ。そういう目的がはっきりしていたら、ダッシュの練習もやるぞってやる気になったりするでしょ？するでしょ？そういう意味で、このダッシュの練習はただ走ってるだけじゃなくて、試合でランシューを決めるためにやるんだって、そう思ったら楽しくできるようになる。それが一つ目。二つ目は、試合をイメージして練習するな。これイメージが大事だよね。な、練習ではランシューは入った。でも試合では入らなかったっていう反省が出てきたでしょ？な。だから、練習をやってる時も、試合をイメージして練習する。だから、ディフェンス、敵がいない状態でシュートを練習するんじゃなくて、敵がね、目の前にいるのを想像するのもそうだし、実際にね、誰かに敵になってもらって、その状態で練習するとかね、試合をイメージして練習する。そうすれば、練習でやったことが試合で使えるようになる。ね。そして三つ目。三つ目が、左のドリブルを毎日30回する。ね。右は新しい技できた。でも左は利き手じゃないから、早くできないっていうのが分かったでしょ？だから、それを直すために、具体的に毎日30回する。ね。これが目標を立てて、G、B、H で自分の行動を振り返るという方法ね。で、この次にやね、この次に、ここの H、ここに書いた H あるやん。これを次の日の目標にすんね。ここに書くんやで。な、次練習する前とかな、次テストをする前に、ここに書いてることをここの目標にする。そういう風にやっていけばな、そういう風にやってたら、今、あなたはここにいるかもしれん。これ、あなたな。あなたって書いとくやん。あなたは今ここ。で、あなたが本当に達成したい目標はここ。例えば、英検に合格したいとか、試合で勝ちたいとかな、ピアノのコンクールで上手に演奏したいとか、ここ、パプリカをうまく弾きたいとかな、ここが目標とかゴールがあったとするやん。でも今はうまく弾かれへんかったり、試合にも勝てなかったりするかもしれへん。でも、こうやって毎日毎日 GBH をやっていったらな、やっていったらな、やっていったら、ちょっとずれたけどな。やっていったら、やっていって、今日はじゃあこれができるようになって、次の日はこれができるようになってっていう繰り返していったら、ほら、見て、こうやってゴールに近づいていくんですな。ゴールに近づいていくんです。あなたが練習したこと、努力したこと、そして頑張ったことが確実にゴールに近づいていく。でもこの GBH がなかったら、この GBH をやらなかったら、この階段を登らずに、さっきも言うた、この目の前の壁に、進んで当たって痛かったって戻って、もう一回進んで当たって痛かったって戻って、これの繰り返しや。ずっとここ、ずっとここ、ずっとここ、でもゴールはここ、ずっとここ、ゴールはここ。ゴールは達成できません。ずっと負け続けます。うまくならないし、成長しないし、頭が良くならないし、いつもいつも不合格です。だから行動した後にしっかり振り返る。 GBH、目標を立てる。こうすることで、登っていく、成長していく、そして目標に近づいていくということです。なんとなくわかった？なんとなくわかったよね。そう。これは、バスケだけの話やあらへん。
な、ピアノもそう、他のスポーツもそう、勉強もそう、仕事もそう、どんなことでも使えるの。おかちの会社でも、あな、部下とね、部下っていうかスタッフいるやんか、他の先生いるやん。他の先生と今日の一日のレッスンどうやったって振り返るときにもこの GBH をやってます。この GBH はいつでもどこでも使える、とてもめちゃめちゃええやつやねん。だから、あなたに伝えたい。な？行動した後に振り返ろう、採点しよう、自分で自分のことを見てみるんよ。わかるわかる、見たくないところも見える、いいところだけじゃなくて悪かったところもたくさん見える。見たくないねん、自分の悪いところなんてな。おかっちもそうやった。自分の授業見たとき、へこんだよ。悔しかったよ。悲しかったよ。もっと面白いと思ってた。もっとわかりやすいと思ってた。動画で見たときな。動画で撮って動画で見るやん、自分の授業。そのときに、何これ、これは おかっちじゃない。おかっちはもっと上手い。もっと面白い。もっとわかりやすい。そう思ってた。でも、現実がここにあるわけや。実際はこの授業をやってるんや。へこんだよ。見たくなかったよ。でも、見ないと。自分で自分を見ないとここには行かれへんねん。同じ壁にぶつかり続けんねん。成長せえへんねん。目標達成せえへんねん。そうやろ。もちろん見なかったら楽や。自分の悪いとこ見えへんのは楽やな。自分はうまくできてる、うまくできてるって言って自分の悪いところを見ないのは楽や。でもそれやったら成長せえへん。それやったらうまくならへん。それやったら目の前の困ってる人を助けることができへんねん。おかちはな、楽をしたいんじゃない。目の前の困ってる人を助けたい。そして自ら輝く人を増やしたいんや。スターのように星のようにな、自分らしく生きていける、成長できる子供を育てていきたい。そのためには自分のことを、自分の行動を、自分のこの目で見ることが大事やねん。行動した後にちゃんと何が良かった、何が悪かったか、そしてそれをどう良くするのか、そのサイクルをぐるん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 回していくことで目標に到達したい、自分がやりたいことを達成したい、夢を叶えたい、そして夢を叶える力を君にプレゼントしたいんよ。そうやろ。楽をしたいんじゃない、成長したい。だから自分で自分のことをしっかり見る。そうすることでいろんなことが分かった。こうやって黄色のな服を着てたらなんか目立つんちゃうとか、こういう動きをしていたら飽きずに最後まで聞いてくれるんちゃうとか、このホワイトボードを使ったらな、伝えたいことを分かりやすくあなたに伝えることができるんちゃうって、自分で自分のことを見て自分で自分を採点したから、こうやって自分の授業、この授業がレベルアップしていくね、レベルアップしていくね。そうだからあなたにも伝えたい。もしあなたが成長したい、目標を達成したい、夢を叶えたい、そういうふうに思ってるんやったら、自分の行動を自分のその目で見る、そして G と B を書く、自分で自分のこと見えないところもある、そういうところはお父さん、お母さん、先生に教えてもらう。そのために先生がいるんや。そのために親がいるね。そしておかっちがいるんや。 I am a star, You are a star。 自ら輝けば世界は輝く。おかっちはあなたが自分がやるって決めたことを行動して、そして GBH で振り返って、そして夢を叶えることを心の底から応援してます。